え？はぁ、あ、おい、おい、ここまでで終わってる。おい、なんだこれ、瀬戸と貧困で組んできたんかこれ。おい、うぜぇ、うぜぇ、うざすぎるぞ。絶対になんかやり返す、絶対になんかやり返すからな。これが一番。これフルコンさん？これ瀬戸だろ？これ瀬戸だよね。これ誰？これポンズか？ポンズ瀬戸？これは真央くんだな。これは砂ザメさんの声もすんな。これ愚痴つぼさんか。やってくれるじゃねえかよ。あ、これ壊れそうになってる。やってくれるな、面白えじゃねえかよ。あの戦争が嫌いそうな女性陣に、あのもう戦争はやめましょうっていうあのテープを録音しまくってもらって、それをあの家の周りに貼りまくる。よ、はい、あ、こちら炎の国の名屋なんですけど。こちら炎の国ですけど。はい、あの貧困さん、何かありましたか？貧困さん、僕ん家ぶっ壊してテープ貼りました。アイテムとか別に何もないと思うんですけど。あ、はいはいはい、特に、うん、なんかね、特に何も起こってない、あの何も起こってないと思うんですけど。あ、なるほど、うん、了解です。、うん、はいはいはい、参加者教えてもらって、今ね、連絡会場にみんないるよ。参加者教えてもらっていいですか？参加者、参加者は僕の家に貧困崩壊、はい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 、僕の家に貼った人間テープの、はい、そこにあるテープの声の中でポンズ野郎以外は参加者です。はい、了解しました。あと声を聞き分けてくれ。了解しました。はい、あ、今プテハシモーターズのとこにみんないるから、はい、はい、はい、やめろ、壊してくれこれ。誰これ。こんな声が、うっなに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 、ウルトンさん、ウルトンさん、なに、ウルトンさん、後ろ、ウルトンさん、後ろ、後ろ、まずいって、まずいって、来ちゃった来ちゃった、何に来ちゃった。あああやばい、やばい、やばい、来ちゃった。逃げろ、逃げろ、ちょっと逃げろ、逃げろ。どういう状況、どういう状況、どういう状況、これ。目開けた、目開けた、車開けて、車早く開けてて、マジか。おーい、バイバイ、みんなお疲れ。おーい、おーい、おーい、フルコンさん、開けて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 、アメヤくんや、アシュアシュ、うん、なしての。いや、今ね、あのちょっと
悪い奴らを成敗しようと思って、ああ、あのちょっと今いろいろと策を練ってるんですよ。あ、そうなんや。女の子たちに、フルコンさんとかのやつ、あ、そう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 、うん、あの女の子たちにもう悪いことはやめなさいとテープに録音してもらって回ってます。両親に訴えかけようと思ってます、うん、あ、そうなんや、はい、両親に訴えかけ、優しいな、はい、もう両親頑張って。そしたらありがとうございます。はい、お疲れっす、メイヤです。あ、はいはい、どうなりました？高田さん、ちょっとお願いがあるんですけど。はいはい。今どこにいます？あ、今普通に自宅に向かって走ってるとこだけど、東側なんで？お願いがあって、ちょっとテープに録音してほしいんですよ。あー、はいはい、全然全然。あの、J の、一回 J の16とか来れます？ J の16。あ、じゃあ行くよ、この後。ありがとうございます。ちょっと真ん中の方用あるから。ありがとうございます。はい、じゃあ行くわ。お願いします。はーい。はい。あ、かかった。はい。あ、もしもし、お疲れ。はいっす。お疲れ。あれ、これ迷惑の電話でやってる？そうだよ、なんだよ、よ、なんか用あんのかよ、こら！なんか話聞いたんだけど、なんかめちゃくちゃ、なんかめちゃくちゃなことされたみたいな話で、散々俺の家荒らしてくれたな。おい、お前も、お前の声も入ってたら覚えてるからな。許すわけねえからな、覚えとけよ、この野郎。何、エッチネキ、エッチネキって何？いや、でも3人結構早めに手に入ったの結構でかいよ。はい、もしもし。いやー、めいやー、飯食う？元気？なんか大変だったらしいけど。お前んちがどうなっても知らねえからな、覚えとけよ、マジで。今からとんでもねえ、とんでもねえもん担いでお前んちぶち抜きに行ってやるから待っとけよ、マジで。首を、貧困崩壊、お前らの家が崩壊する番やからな、待っとけよ、首洗って待っとけよ、マジで。クソがよ、煽って行きやがって。飯行くじゃねえ、飯行くじゃねえんだよ。はい、嫌です。あなた、エッチな男の子らしいわね。もしもし、もしかして、エッチネキ聞こえてるかしら？エッチネキ、エッチネキ、うん、エッチネキだよ。エッチ電話番号で、電話番号で分かってんだよ。エッチネキってことが、エッチネキが誰かってことが分かってんだよ。超エッチじゃん。どういうこと？お前んちも崩壊させてやるから覚えとけよ、マジで。ちょっと待って、あなたエッチなこと聞きたいんじゃない？あなたの配信のレベルに合わせて1レベル2レベル、最終的には2500レベルまですっごいエッチなことしてあげられるんだけど。2500気になるな。2500は YouTube バーンされちゃうかもしれないわよ。それでも聞きたいんだ。あ、じゃあいいです。あの、伝えてください、エッチネキのその会社の人に、うん、お前らの家がどうなっても知らないかな、うん、なんて、まずいわ。こんにちは。あ、高田さん、ちょ、お願いがあって、ちょっとこっち来てくださいよ。僕の家に一回入ってほしいんですよ。別にあの殺すとか全くないんで。あれ、聞こえない。なにこれ、え、こっちこっち、どこから鳴ってるこれ。なにこれ、これ荒らされたんすよ、俺。めっちゃ荒られてんじゃん、こっちもあんじゃん。そうですよ、荒らされてんですよ、俺。貧困崩壊と大嵐にあってんじゃん、これ。貧困崩壊と瀬戸さんに荒らされたんですよ。ああ、だから高どうやって入られたのこれ。いや、普通に壊されて、入り口ぶっ壊されて入られたんですよ。ああ、な壊されて入られたのか。そうで、作り直したのか、入り口は。そうです、そうです。高橋さんにお願いがあって、はいはい、ちょっとやり返そうと思ってるんですよ。はいはいはい。で、あいつらの両親に訴えかけたいんで、あの、改心するように諭すのを、あの、女の子たちにお願いし取ってもらってるんですね、はいはいはい、で、その、はいはいはい、向こうの両親に訴えかけようと思ってるんですよ。
はい、でその中にあのやっぱり高田さんの高田さんのサトシを入れてほしいんですよ、はい、録音してほしいんですよ。どんな感じがいいの？貧困崩壊と瀬戸朝日に向けて、かわいい感じで、かわいい感じで、かわいい感じでお願いしてもいいですか？どっちがいいの？かわいい感じでお願いしてじゃあかわいい、かわいい感じ、いやなんかみんな女の子だったらかわいい感じで、かわいい感じで貧困崩壊さん、やめてください、そんなことはやめてください、なんでそんなことしたんですか、やめてください。取れたよ。それであの左、もう一番じゃこのまま取るの？あ、違います、左クリックをして確認できるんで。貧困崩壊さん、やめてください、これ俺だとさ、なんでそんなことしたんですか、やめてください。全然高田さんと高田さんって分かんない、全然俺じゃねえ。おい貧困崩壊聞いてるか、あんまりやりすぎんなよお前ら、痛い目だぞ、本当これ以上は本当にやめとけお前。おい貧困崩壊聞いてるか、あんまりやりすぎんなよお前ら。おい痛い目だぞ、これ以上は本当に。おい貧困崩壊聞いてるか、ありがとうございます。あ、いいね、高田さん、え、クルコンの家ってどこかわかる？クルコンさんの家はG の、はい、あ、じゃあ F の16とかの海沿いになんか貧困崩壊ハウスみたいなのがあるんですよ。じゃあ俺ちょっとフルコンに殺しの依頼されて俺殺されたわ。え、フルコン違うでも分かんなかった、フルコンさんが殺されたんですか？いやなんか愚痴つぼに急に殺されて、あ、ちょっと待って、だいぶ畑けてる、畑けてる、安倍足湯ってそんなことしない、安心さん、高田さん、高田さんおいで、はーい、高田さん、高田さん、バーベキューやってるよ今、バーベキューやりましょう、やろうやろう、ちょっとね今ね、ちょっと待って、うん、急ぎ、あのね帰ってくるけど、持ってくる、はい、ちょっといってらっしゃい。あ、声聞こえますよ、声聞こえますよ、声聞こえますよ、声聞こえる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 、魔王の声が聞こえます、魔王の声が、殺しましょう、殺しましょう、やだやだやだ、思ってたやつ、あ、違う違う、これ分かんなくなっちゃった。最悪や。やばい。おい、聞いてるか、フルコンマ。おい、出てこい。大丈夫でした？怖い怖い、大丈夫でした？ああ、なんとかなんとかなんとか、ぜ、うわ、なんかなんとか全員一応ワンキルずつ。一回逃げましょう、逃げましょう。屋根だけど。屋根だけ。一回逃げよう。ちょっとあのぐちゃぐちゃになっちゃった。一回逃げよう。一回逃げましょう。よかった。愚痴つぼいなくてよかったとりあえず。愚痴つぼいたらやばいから。
あいつ一人で結構やばいことになっちゃうから。あれがいなくて助かった。よし、なかった、危なかった。報復はした、報復は。こいつも確かに貧困会ですよね。赤。赤で。YouTube、YouTube。こうだ。で、You。おい。誰がいる？手あげろ、お前。手をあげろ。ちょっと待て、ちょっと待て、はいはい、砂ザメとマオとフルコンは死んだ、はい、残るはお前だ。ちょっと待ってください、僕あいつらの仲間じゃないです、本当です。本当か、お前メイアンチになんかやったよな。いや、ワン…やったよな、トリッピー。ん、あの、タカラさん、メイアンさん、聞いてください、見てください、こちら、んこちら、入ってください。なんだこちらを見てください。こいつも被害者だ。え、被害者、被害者、被害者です。こいつも被害者だ。被害者です。こいつも被害者だ。加害者じゃないの、被害者なの。僕やられてます。トリッピーさんにもお願いしたくて、はい、今そのテープを、テープをあいつらの家にやり返そうとしてるんですよ。あの両親に訴えかけようと思ってて。あ、なるほどなるほど。あ、僕も一応貧困崩壊の方にはあなたは呪われましたってテープを4つぐらいここからちょっと拝借して、一応呪っといた、呪ってはいた、いるんですけど、あ、まだできます、全然。両親に訴えかけたいです、僕も。おい、貧困崩壊、おい、俺は見損なったよ、お前らのこと。いろんな人に迷惑かけて、お前ら本当にゴミだよ。これどうでしょう。いいね、めっちゃいいな。おい、俺は見せなかった、お前のこと。おい、いろんな人に迷惑かけて。俺とカセットの相性悪いのか。聞こえます、聞こえる、迷惑くん、それちゃんと。まあまあまあ。見せなかった、お前のこと。おい、いろんな人に迷惑かけて。いや、オッケーオッケーです。すごくね。これでありがたい。オッケー、あ、オッケー。わかったわかった。テレビさん、ありがとう。だいぶアメリカンな。バカンスしてんな。そうなんすよ。これ誰が来たの。これ誰。あ、ちょっと今からみんなの分の席作りますね。工藤、あ、席作っておられると思う。これ魚さん。多分この人たちは、え、これ魚なの。この人たちは、ハロー。あ、貧困崩壊さん、どうもアシューです。あ、ちょっと待って、あかん、あ、これ俺の電話。ちょっと待って、はい、やり直したひどい。あー、タイミングすごい。はい、うるせえ。電話の中で、電話、電車の中で電話に出るタイプや。あ、そうだね、そっちにある。どうしたんかな。うん。あ、すいません。立ち退きってこと、俺。なんかやられてるな。そんな話してるな。ああ、ね。いや、断固反対します。なんだなんだ。何か起きようとしてるぞ。あ、日曜日行けるよ。あ、俺は断固としてどかないからね。あ、いけよ、もう絶対どきません。いや、関係ないです、私は絶対どきません。あー、もういいよ、来いよ。はい、お、戦争の前触れだ。日曜日に、はいはい、なんか俺の家にゴルフ場建設するから立ち退きに行かせて。愚痴つぼ。俺の家のところがゴルフ場になるらしいから、更地にするらしい。やば、立ち退き命令が今愚痴つぼから来ました。いや、いつでも呼んでください。これは近隣住民集めて、この決起しないといけないですね。決起しないといけないね。そうですね。もしよかったら、あの、行きますよ。皆さん、あの、日曜日、はい、おそらく高田村あるから、24時ぐらいかな ?23 時半とか、まあ、24時ぐらいの、ご協力いただければ。わかりました。戦争し、いや、行きます。戦争に行きます。乗りかかった船なんで。はい。あれ、今、愚痴つぼさんいるんだったら、スピーカー作ってみんなで行きます。あー、いいよ。え、いつ今から。オッケー、じゃあスピーカー作ります。でも俺ね、お願いしていいですか。グッチツボ亭にね、はいはい、俺毒仕込んであるから。オッケーオッケー、じゃあちょっと外に出てない毒を今とりあえず。あ、いいね。そうっすね。外行きやがれー。
あ、いる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 。誰か。おーい、ゴルフ場建設反対。ゴルフ場建設。ゴルフ場建設。ゴルフ場建設。反対。反対。やめろー。この地を取るな。この地を取るな。人がいるんです。この地を奪うことはやめろ。奪うことはやめろ。ゴルフ場建設反対。これは違法な集会だ。いや違う。いや違う。あなたたちの行動が違法ですよ。違法ですよ。わあ。そうやって、そうやって自分たちの武力を誇示して。武力を誇示して。来た来た来た。こっちは市に了解を取ってデモしてるんですよ。来た来た、みんな来て。ゴルフ場建設反対。訴えかけるんですか。反対。反対。あー痛い。あー痛い。止めなし。撃ってきます、撃ってきます。暴力反対。暴力反対。暴力反対。建設反対。建設反対。よし、行きますか。わあ、痛い痛い。みんな乗って、みんな乗って。え、ちょっと待って、大丈夫。乗って乗って、みんな乗れない乗れない。サガロさん、サガロさん、みんな乗って、みんな乗って。あ、足が乗って乗って乗れない乗れない乗って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 。危ないな、危ない。乗ってくるな。誰がいないんだこれ。坂田圭史が、坂田圭史が乗ってない。あれ、しょぼすけさん乗ってんじゃん。なんでしょぼすけさんがいるの。あれあたまさん走ってる、走ってる。バレた、バレた、バレた。俺が土佐さんで負けると思ったの。バレた、たまさん走ってる。タカさん走ってる。俺がどさくさに乗って。タカさんここにおる。タカさんおる。乗ったのバレたわ。はい、行ってもらって、行ってもらって。大丈夫ですか。乗れますよ、乗れますよ、乗れますよ。いや、オッケーオッケー。あ、いい、いい、行っていいよ。どうですか。エッチしないで切るじゃん。しもしも。もしもし。もしもし、どなたですか。任侠かぼちゃ店のものですけど。任侠かぼちゃ店の方。はい、どうしましたか。さっき電話しましたよね、うちに。でも知ってないです。僕任侠かぼちゃさんになんか立てつくようなこととか絶対しないんで。どういうことですか。あ、本当ですか。今から、はい、僕は会えませんか。僕に、はい、今から会えませんか。今から会うんですか。ちなみにどこで会うつもりですか。空ですよ、空。あなたを空の旅にご招待しますよ。あなたを空の旅にご招待。はい、わかりました。行きます。じゃあ3時10分にバンデットキャンプに来てください。3時10分にバンデットキャンプに。わかりました、はい、家庭的ですよね。え、ステさん戻ってきたんじゃない。来ましたね、社長。頼もう、頼もう。あなた拙者貧困崩壊の者でござる。ここに名屋殿がいると聞いて、朝長谷さんじた名屋殿はおられるか。名屋殿、ここにいますよ。え、じゃあ今からはっちゃん俺のさ、あなたを、あの見たことあります、このくだり。一度だけ見たことあります、このくだり。今からちょ練習で僕はあのこのこれかぶって視界狭いまま運転してみるんで。あ、すごい、そんな縛りプレイ誰も望んでいないの。これ見たことあんな。俺間を切り抜きで見たことある、これ。なんか動かってきたのか。なんか動いてる、怖い。行きます。怖い怖い怖い。なんで泣いてんの、なんで泣いてんの。あ、乗ってきて、あ、すごい、見てあげて。あ、飛んだ飛んだ。 あすごい、前より飛んでる、前より飛んでる。すごいよ、迷惑。ふわふわしちゃう、浮いてる。迷惑すごい飛んでる。上手くない、おい。ゲーム上手いのかよ。僕上手いっすよ。え、ゲーム上手い人。はい、僕上手いっすよ。霧がすごい。え、ちゃんと運転できてる、すごい。すごいけど前にいるの怖い。どこ行きたいですか。へぇー、真央くんにあのヘリコプターの運転を教えてあげようと思って、うん、はい。どうやるですか。
ちょっと待ってくださいね。だからあの安全なところに行って、とりあえず真央くんにこのヘリコプターを運転してもらいます。何も見えない、霧のせいで、霧のせいで何も見えない、何も見えない、何も見えない、あれ、三半規管壊れちゃう。あんな何も見えねえよマジで。ジョー走り屋にマーとか、何なんだよその名前は。これがに、めえ、はちゃん、はい、え、はちゃん、びっくりした、はい、あ、世界観壊れた、違うと思う、あ、Thank you、なにこれスペース、あ、俺の服か、ありがとう、めっちゃ持ってる、え、優しい、たんめやなわけ、めやくん、はいはい、うん、いや、ちょっと、なんかね、日曜日に高田健士と貧困崩壊が戦うらしいんだけど、はい、めやくんはこっちつく？いや、つかないっす。そういえば、ちょっと来てほしい、来てもらっていいですか？初めて来た、初めて来ました？任侠って書いてある、かっけー、うん、え、ここ見覚えないですかこの家？見覚え、ちょこっち来てください、こっち、あ、でもなんか夢で見た、うん、来る、はい、聞こえます？身に覚えあります？聞こえないけど、聞こえないですか？どれ、聞こえないですかこれ？身に覚えないですかこれ？ちょっと待って、あの殺し屋が顔写真並べてるのと一緒じゃない？これ身に覚えあります？大丈夫ですか？なんか今一瞬聞こえ、ちょ、もう一回聞かせて、ちょ、間違いがあったらまずいじゃん。ここら辺で声聞こえません？ここにいるだけで声聞こえませんか？ちょっと待ってね。あ、じゃあこっち、さっき一瞬聞こえ、あ、うん、何これ、これもしかしてメヤ君の家に誰かがいたずらしたってこと？そうそうそう、許せねえマジで。マー君ちょっとこっち来てください。うん、はい、苦しかったよね。うん、え、嫌な思いしたよね、かわいそうに。これは腰犬になるんですか、これやると。やっぱこれに貧困崩壊の悪口を吹き込め。今からこれに、お前は貧困崩壊の悪口を吹き込むんだ、これに。早くやれ、それを俺によこせ。今からそれに貧困崩壊の悪口を吹き込んで俺によこしなさい。そうすれば命は許してくれるんですか？また、うん、許します。許してくれるんですか？許します。わかりました、入れます、許してください、入れますから、銃を向けないでください。早くやれ。だから入れます、やります、はい。俺はメイヤー、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 そいやメイヤー、そいやふざけや。陰公会売らなかったな。インコ売らない方が、売らなかったな。いやひ、日曜日は今見えよ。あ、消えた。なるほどね、売らなかったな、さすがだぜ真央くん、男だな、おい。